今週の知っとく週刊5歳ラインナップはこちら。影山市長、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、新年度が始まって1ヶ月経って、はい、もうゴールデンウィークに入りましたね。本当ですね。 あっという間という感じもしますけれども、まあ、今年は浜名湖花博2024が3月から始まって、はい、ちょうど桜の季節もいい暖かくなってお天気も良かったですし、はい、人出も多かったり、また浜名湖の旬、船での観光も好評いただいているというふうに聞いていまして、4月の27、先月末には海の見えるマルシェも開催をさせていただきました。はい、皆さんのインスタでも花博の、はい、様子がですね、はい、たくさん上がってきて、旬の方もすごく楽しいっていう声を聞いているので、はいはい、私も乗るのが楽しみだなと思っております。ぜひ乗ってみてくださいね。はい、5月31日は5歳の日ですね。はい、これは2年前ですね、令和4年の5歳市制50周年を契機として、5月31日を語呂合わせで5歳の日と定めさせていただきました。はい、でこれまでも例えばものづくりの特別授業、子どもたちへのトヨタの皆さん、もしくは、当時の秋尾社長ですとか、トヨタの大勢の方にお越しいただいたり、市内企業によって特別授業をしていただいたりですとか、昨年もですね、市内の小中学校でこの5歳の日に合わせて、出前授業、またものづくり授業をさせていただいたんですけれども、今年のメインはですね、うなぽん。去年もお誕生日が5月31日ということで、お誕生会も去年もさせていただいたんですけれども、今年はそれに加えてうなぽんの公式ソングというのを作らせていただいて、これはもうすでにこの番組でも紹介させていただいた通り、公募を歌を公募させていただきました。41曲もですね、応募をいただいて、ありがたいことにいろんな選考委員会、ふるさと大使の皆さんとか、音楽の選考の方とかに選んでいただいて、ソングは決定しましたので、5月31日にお披露目をしたいということで、幼稚園、子ども園、保育園みたいなところでお誕生会をしながらお披露目をさせていただきたいと思っています。はい、公募の時からものすごい公募があったっていうのも聞いてましたし、はい、私自身すごく楽しみにしていましたし、はい、みんなで歌って踊れるってなかなかないと思うので、これからもすごく楽しみだなと思います。そうですね、やっぱりこう市民の方、子どもたちや、また年齢問わずですね、年代を問わずに親しんでいただいて、はい、例えば、歌詞の中にも5歳のことがたくさん詰め込まれていたりとか、またメロディーもですね、リズムもすごくこう歌って踊りやすいというか、親しみやすいというふうになっていますので、ぜひこれはですね、大勢の方に聞いて歌って踊って、はい、うなぽんはもちろんですし、5歳市のことをですね、好きになっていただけるような、そんな愛され方はしていただきたいなと思っています。はい、5歳の日は他にもイベントがあるんですよね。はい、はい、そうですね、うなぽんの今年は公式ソングのお披露目が目玉にはなっていますけれども、例えば例年行っているような5歳市表彰ですね、これは本当に福祉であったりとか、さまざまな分野でご功績を挙げていただいた方への感謝の気持ちを込めて5歳市表彰を今年も5月31日ということですとか、あとは今年ですね、ものづくり事業の代わりに、やっぱり5歳の日というものの意味だとか、5歳に対して設定した意味が愛着を持ってもらう、ふるさと、郷土に愛着を持ってさらに好きになってもらう、また住んで働いていただくという思いを込めていますので、そういったメッセージをですね、小中学生に対してこの5歳の日前後でですね、僕がメッセージを出させていただいて、子どもたちに見てもらうということも予定しています。あとはやっぱり市民の方とか、こうお店の方にも参加型ということでですね、これは例年行ってますけれども、 LINE などでお店を募って、例えば
特産品だとか、うん、割引だとか特別なセットだとか、そういったものをですね、協賛を募って行う予定にしてますので、これはいろんなお店に参加いただければありがたいかなというふうに思っています。はい、私も昨年参加さ、はい、お店として参加させていただいたんですけれども、はい、ありがとうございます。玉谷さん、あ、いや、七方の方で、ね、はい、させていただいたんですが、新しい方とのご縁もありましたし、うん、そこで出会ったことでまた違うイベントの時に会って、ものすごく関係がつながっていく感じがしましたので、今回もとっても楽しみだなって思っております。やっぱりこういった参加型で、はい、自分ごとというか実感していただける機会が増えるのが、はい、ありがたいなというふうに思うので、はい、ぜひ今30店舗ぐらい参加表明があったと聞いてますので、大勢の方に楽しんでいただきたいと思っています。はい、6月11日に行われる湖西首都圏交流会とはどういうものなんでしょうか。はい、これは今回初めて、湖西市としてのですね、首都圏で行う初めての交流会ということです。実はコロナの前からですね、こういったものを企画してやりたいと、やろうっていうふうな準備をしていたんですけれども、やはりコロナでなかなか対面だとかできない時期がありましたので、企画準備をしていて、今回初めて6月11日にこちらですね、場所は日比谷の方でですね、開催をさせていただく予定になっています。もともとの目的というのが、当然湖西市に住んでらっしゃる方もいれば、湖西市出身で東京とか首都圏に働いておられる方、住んでおられる方もたくさんいらっしゃるというふうに思います。これは他の例えば浜松と豊橋だとか、伊豆の方でもですね、こういった交流会を行っている自治体もあるんですね。やっぱりそのふるさとでもありますし、こういった湖西に愛着を持っていただく、で湖西市をさらに好きになっていただく、でもしくは全く湖西市を知らなかったりですとか、離れている方々にもですね、思い出していただく、そういった愛着を持っていただくということが一つと、当然湖西市にゆかりを持って、東京とか首都圏でお仕事をされたりしている方々にですね、改めて湖西市の魅力を知っていただいて、例えばふるさと納税ですとか企業版のふるさと納税、こういった魅力、愛着、そして現実的にはですね、ふるさと納税とかで交流人口、関係人口、さらには旅行で来ていただくとか、願わくばこちらに戻ったり移住してもらって住んでいただくということを目的に行わせていただく予定としております。はい、湖西のゆかりだったり出身だったりということで、はいはい、やっぱりそういう方々の好きが深まると自然に広がっていくんだなっていうふうに思いますの で、とっても楽しみだなと思いますし、私も東京にいる友達にちょっとお知らせしたいなとも思いました。そうですね、ぜひ今募集期間でもありますから、初めてなんでね、こう何人いらっしゃっていただけるのかとか、中身も含めて今例えばゲストトークだとか、もちろん交流会も予定していますけれども、湖西市の今の湖西市とか、もちろん課題だとか今やっていること、未来に向かってやっていくことなんかもお話をさせていただいたり、あとはやっぱり首都圏だと湖西市を離れておられる方なので、客観的に湖西市を見ていただいたりとか、僕も実は東京で働いているときに出身地を説明するのがすごく湖西って言っても分かってもらえないとか、この字もですね、湖西と読んでもらえない、関西人だったら湖西と、琵琶湖の湖西地区のように湖西と読まれてしまうので、そういったところから出身地を苦労したりしたっていうような思い出もありますので、そういったあるあるというかですね、共感できるところも お話の中でしながら、湖西をより好きになってもらったり魅力を感じていただけるような、そんな機会として今回第1回ですね、できることならこれを継続していけたらなというふうに思っていますので、また企画なんかをですね、そういったところでも積極的に提案いただいたり、あとは我々としては豊田佐吉王の奨学金というのがあって、その奨学金の小学生の OB OG で湖西にいる方もいれば首都圏にいらっしゃる方もいるので、そういった方に参加をいただいたり、あとはふるさと納税をもうすでにリピーターとしてとか、何度も湖西市にふるさと納税をしてくださる方にもお声掛けをしたりして、いろんな形でですね、湖西市のファンとか愛着を深めてもらう機会になればいいかなと思っています。はい、今年も湖西春の旅カフェアがありますね。はい、
こちらですね、今年は5月の19日日曜日ということで、例年この時期に行わせていただいてます。緑化フェア自体は、環境フェアと合わせて春と秋ですね、こういった環境のこと、もちろんお花もですけれども、身近に感じていただいて、やっぱりエコだとか、SDGs とか環境に優しい、やっぱり浜名湖とか自然の恵みをですね、子どもたちとかいつまでもという思いで、継続をさせていただいています。で、今年ですね、違うところが一つありまして、ここにもありますけど、浜名湖花博2024が行われていますので、場所をいつもはこの市役所前だとか、新井の文化公園とかで行っていたんですけれども、今年はこの開古館、新井弁天の開古館で行わせていただきます。というのは、何度もこうお話で出てるかもしれませんが、船ですね、舟運で、浜名湖花博の会場ともこの開古館は結ばせていただいていますし、この前の4月27日には海の見えるマルシェも行われました。こういった花博のイベントと結びつけてですね、大勢の方に船も舟運も体験していただいたり、もちろん緑化フェアでですね、市内企業の TF メタルさんから、製造業なんですけれども工場の恵みといって、工場で出た廃液から作った肥料だとか、そういうものを配布していただいたり、いろんな企業に協力をいただいて花の苗の配布なども行いますので、花博、当然これはやっぱり花を楽しんでいただいたりですとか、環境に親しんでいただく、こういった未来の車のですね、展示も行われますので、こういったさまざまな形でですね、また今年も市民の大勢の方にご来場いただいて、環境とかお花に触れる機会になるといいなと思っています。はい、お花に触れるとやっぱり癒されるなとも思いますし、秋運のきっかけにもなるかなと思いますので、とても楽しみです。はい、ぜひ大勢の方に、ご来場いただきたいと思っています。影山市長、今日もありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後に市民の皆様へメッセージをお願いします。はい、5月に入りました。ゴールデンウィーク期間中ということで、市内北部の落ち葉の里親水公園では鯉のぼりが元気に泳いでいます。また先月4月の下旬には豊橋義科大とバイオガス発電ということで、下水道の汚泥などを活用した中長期のカーボンニュートラル事業、再生エネルギー活用の実証実験もこれからスタートしていきます。また文化面では5月の5日に夏目三鎌楼王の顕彰祭も予定をされています。こういった産業文化、さまざまなことを組み合わせて、持続可能な湖西市を、植樹近接を進めていきましょう。今月もどうかよろしくお願いいたします。以上、教えて影山市長のコーナーでした。落ち葉の里親水公園で4月28日鯉のぼりの飾り付けが行われました。この風はね、普段はないで、飾り付けを行ったのは湖西フロンティアクラブなどの会員20名。2本のワイヤーに鯉のぼりを結びつけ、約100匹の鯉のぼりが空に舞いました。約20年ぐらい前からやってるんですが、もともとここでイベントやるときに、子どもの日を子どもたちが楽しめるような子どもの日にしたいねということで、イベントの中で不要になった鯉のぼりを集めて、でその鯉のぼりをあげたら子どもたちも喜ぶんではないかという、そういうことで始めました。やっぱり鯉のぼりが高くたくさん登ると気持ちもいいですし、バックが山だもんですからね、新緑に生えていいなとは思ってます。ここは無料で自然と関われるもんですから、ゆったりと自然の中に自然と親しみながら鯉のぼりの下で楽しんでいただければなとは思ってますけど、鯉のぼりは5月11日の午前中まで見ることができます。